はい、皆さんこんにちは、ペスでございます。信長の野望の総天録99回目ですね。はい、やっていきましょう。で、取引ね。8000もいるんやね。よしよし、 OK。 まずは龍造寺さんで、浦上さんは厳しいかな。まだやね、浦上さん切っちゃってもいいかもしれんけどね。
忠誠度ゼロ。ダメか。1回ですしか、1回しかできないんだっけ。そんなことなかったと思うけどね。あじゃあね、手切れしましょう。おい、独立しちゃうもんね、下手したら。ああ、三好さんが、あれは大きいな。はい、しびれ切らした。まあ、いけるでしょう。あ、まあ一回だけ様子見ようか。
白的にはだいぶね、ああそういうのゆるいな、ゆるい。まあ一気だけ見て、はい。ああでももう本丸だけやからもう一回倒しそうですね。勢力使えるのがでかい、厳しいね。この辺がだから言ってくれればね、全然楽ちんやったんですけど。
ああ、これ根黒さんだっけ。どうも言うけど見にくい。ベースはやっぱりね土色してるんでね、私色もじゃないんだけどね、ちょっと色弱のとこあるから、色がねこの辺グリーンが絡むとねちょっと見えるようになる時は全く見えんわけじゃないけどね、色としては認識してるんやけど気がつかんっていうのがねあるんですよね。よしこれでいこう。はい、ということで今回はここで終わりさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。